どうもー昔のプロ野球選手ギャオ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 ス内藤とリーダーですよろしくお願いします,ししますやってまーるやってまーる <laughs> <laughs> やってまーるっていうことでギャオスはですね、はい、青森からお祭りを見てここに来ましたいいねなかなかさ、うん、お祭りだけを見に行くってないじゃんいや俺ないねねぶたと立ちねぶた祭りっていうねう 僕ね仙台にいるきに七夕祭りったあるいですかあれねぶら下がってるだけなんですよぶら下がってるだけなんでお祭りじゃないんですよお祭りにしおいてういね。もうその目当てにすごい人ねもう本当にみんなありがとうございます楽しんでいきましょうねさあ藤本も今日はどうしたはい とというこでですね、今日は中日ドラゴンズのお話からまた中日今5位6位でもう必死になってヤクルトさんとそうなんですよねでまあ残りもうね少なくなってきてちょっと A クラスも難しいかなというところまでずばりよ難しい難しいという状況なんですけれどもまあ今年ですね監督が えー、3年契約の一応最,最終年というふうに、まあ、言われていまして続投するのかどうか、まあうん、続投ありかなしか俺たちに聞くのそれ <laughs> ズバリお願いします <laughs> ある意味無理無理無理っていうね <laughs> どっちも無理だよっていう感じがするけどね確かにね成績は出てないんでうん、うん まあ難しいけどね <laughs> 言えないよそんなことを <laughs> <う>まあ何かこう見てて何かこうあ来年につながるっていうことがやはり今シーズンも俺の中ではできなかったかなっていう感じがするね、うん、やっぱり3年こういう成績だったら若手の選手をずーっと使い続けるとか育てるとかね次のね、うん、監督がやちょっとやりづらいと思うちょっとなんか、うん、育ってくれてないなっていう また次の監督になっても最初からのリスタートみたいな感じになるんでもう少しこう若手を我慢して続けて欲しかったな3年間です僕は見ていていねねそうね育ってる選手っていうのがあんまり見当たらなくて細川、うん、は、ね、あの育成じゃない何ドラフトって言うんでしたっけ元気で,で来て で、笛のね中田を取ったけど怪我が多くて、うん、っていうところでやっぱ投手陣がねやっぱりえ抜きながらね、うんうん、やっぱその投手力を生かしてこう、ペナント戦うのが一番いい,、ね、いい戦い方かなと思いますけどね。うん、まあ、投手陣がめちゃめちゃいいんだけど、うん、まあ、それは一つ言うのはバンテリンドームっていう器の大きさで、まあね、あのアドバンテージがあって。うん だからピッチャーはものすごい育つと思うねあとはやはりバッターっていう,う、ね、あのでかい球場で、うん、もう20本30本選手が2人ぐらい3人とかいたらもっとねだ、ねうん、からもし長打力がないんであればあの足早の使うとか守備の使うとかうん、うん、一点を守る野球をこうやるとか、うん、やり方は、ね、いろいろあると思うんだけどね。うんうん まあたそんな中でそんな足ということを考えると、俺岡林君はもう最初にレギュラー取ってんのよ。確かにね。それはやっぱりこうまあ今シーズンね今はちょっと出出続けてるけど、はい出たり出なかったりっていう試合が多いんで、あの成績になっちゃうのかなっていう。それも七八番だよ。いや岡林はあまり意味ないよね。七八にいても。岡林イコール 足っていうところがあるじゃんそう,、ね、そう考えたら一番打たないとも,もったいないよ,、ねうん、ような気もするちょっと打撃がね今年は調子良くなかったんですけどねそれでもやっぱ我慢して使うそうそれでも我慢して使うと思う,うん、うん、岡林はやはり、うんうん、やはりその切り込み隊長としてドラゴンズのそのある意味もう顔だよね、うん、顔ですよまあ顔とか考えたたらその大島だったり 高橋周平だったりっていうねところあるんだけどもうん、うん、やはり若手の中では一目散にもう岡林の名前が上がってこないとダメだと思うねこれだけね書き回したわけだからうん、うん、そう考えると岡林の1万人いないっていうのはやはり寂しい打たなくても使ってほしかったなっていう結果的にねでもねうん、うん、去年一昨年そ,それなりにやって、うん、こんな急に落ちちゃうもんかなと思うんですよ打撃 僕野手なんでこんなにダメにななっっちゃううもんかなっていうのは、ね、正直あります<ー>だから、ね、最短安打取ってる時はどうやって打ってたんだっていうのやっぱ見返してね、うんえー、やっぱ自分の調子を戻さないとやっぱりプロの世界だから試合に出れないんだよっていうのもね分からなきゃいけないんだけどこんだけを調子上がってこないのなんかね要因はあるんですよどっか。 悪いのか、うんうん、まあこそこはね我々はわかんないんで,いんで、うんうん、そうですよね。本当こんなに悪、だからホームランバッターってはわかるんですよ。もっと飛ばしたいとか、うんうん、でも岡林はあのアベレージなんで、そんなフルバッターじゃないから、うんうん、攻め方もそんな変わったとも思えないし、うんうん、やっぱ本人に原因はあるんだと思う。うんうん、なるほどね。うまいことね、うん、その監督コーチがまあ 導いてあげるというかね。そううとかまあ、そうですね。うんうん、まあ、練習はやってるんでしょう。もうやるよね。それはもちろんやってます。うんうん、だから、これで戻ってこないっていうのは、なんか。要因はあんのかなと、うんうん、僕らにはわからないけどね。まあ、出てる時の表情っていうのは、本当にね、こう、ニコにこして。楽しくやってるんだけども、まあ、彼からね、岡林君にしたら、もう最初は出なかったりっていうね、とこだったんで。うん ま,あまた難しいシーズンになってしまったのかなっていう感じがします。で、あと気になるのが、うんうん、打線がやっぱり組めないのよ。もちろん怪我もあるんだけど、うもうその場その場というね。うんうん、やっぱり調子のいい選手をこう、調子がいいから、ああの使うと。スタメに入るみたいな、うん。まあもう本当に決まってるのは細川だけ。うんね、あとはもう本当にバラバラ。 そうね固定できないっていうのはね最近のねチームいろいろね投手によっていろいろ変えるけど結構機能してるとこはね新庄なんかねうまいしだ結構適性を見ながら使ってるなっていうのはね新庄の場合は分かるけど立浪君の場合はねちょっとこうちぐはぐというかね。 感じますねああの期待っていうとねあの石川とかねちょっとこうなかなかこうダメだったけどちょっとこう今年なんか少し良くなってきて、うん、でもちょっとこう落ちちゃって、うん、で例えば「なんでな中島」とかね大ベテランで打ってないのに「中島いるの?」みたいな声とかねうん、うん、結構あったんですよね。そのあたりりもやっぱり ちょっっととああれっていうところもありますよね、うんまあ、そ,の場その場でなんかこういい人だけをこうスタメンに上げてるような感じがするんで、うん、まあこれが打線に機能しないのかなっていうその中で、うん、もうやっぱりバントが突然出てくるのねうん、うん、全然しなかったのに突然バントして <laughs>、うん、え僕が見てる限りやっぱり失敗が多いのねやっぱりシーズンやってないからね、うん、いきなり「あれ」って言われても。うん あのバントってね僕もそういうタイプのバッターなんで、うん、バントっていうのは、うん、もうベンチも、うんえー、スタンドで見てるせんあのお客さんも,お客さんもテレビ見てる人も、はいうん、絶対決めると思って見てるでしょ。<laughs> <laughs> ああああバントぐらいできるでしょっていう目で見るんですよ全員が。<ー> あんなに難しいのないですよ。<laughs> バントって。バントムズいよね。バント難しい。今ね、カットボールだ、フォークだ、それで百五150キロだっていうピッチャーが多い中ね。もう決めて当たり前っていうこう、視聴者の人、<laughs> ファンの人。ドムズめっちゃうずい。それで、失敗したら、何やってんだでしょ、うん もうや,、まあ、やってみろっ、ね、なるわけですよ僕らやってきた人間は <laughs> まあそうなんだよだけど俺、うん、も経験したんだけど、うん、もうバントのサインなんだから、うん、俺3バント失敗でもうバントするべきだと思うのよ大概ね、うん、当てに行ってうたしてねゲッツになったりねッツになっちゃったり三振になっちゃったりするからバントバント失敗バント失敗空振りのが一番最悪だからね <laughs> <laughs> 野手のこう恥さらしみたいな。うん 感じで言われちゃうだからあの監督って結局こうホームランバッターだったり、うん、こうシュータ取った一人ばっかりが監督やるんで、うん、バントとかエンドランとかする人が監督ってあんまりいないじゃないああはいはい、はい、なるだから決めて当然なんですよ、はい、サイン出す方は<ー>、うん、だからこうバントやる側の気持ちを分かってないんですよみんな <laughs> いやこのピッチャー だから例えばねランナー3塁で4番5番345が返せないとやっぱりなんで返せないってなるでしょうん、うん、それよりひどいからバント失敗は<笑><笑>野村さんとか厳しかったですか <laughs> もうやって当然だから <laughs> 失敗しますよそりゃ <laughs> あね<れ><の>ちゃん,んノーさんってバントって多かった多かったよ基本バントですよだよねうん、うん で、たまにこうバスターエンドランとかが決まっちゃうんか、ね、そうそうそう,そうあれはちょっとうまくやったよねそうセオリーなんだけど突然やる,やるみたいなね、うん、バスターとかねでもさそういう作戦面で見ると、うん、その辰巳監督の采配の中でう,ん、うん、うわ決まったなっていう印象がもちろんあったと思うけどうん、うん、俺の中ではあんまりないよねだから作戦部分でもちょっと少ないのかなっていう感じはするうん、うんうんうん うん、どうでそうね、うん、あの印象的なこうバントをやるなとか、うん、エンドランかけてくんなっていう印象はない終盤になってバントっていうのはやっぱ基本なんだけどまあ中日の場合ね投手力がいい分前半からバントでもいいんじゃないかなと僕は思いますけどね先制して、まあ、逃げ切るというねあとまあそ一定を守る野球っていうようなところですよね、うん だってこれだけの投手員がいいんだから1点取ればあの投手員もねもちろん逆転されることもあるけど結構頑張ってると思うんだよねピッチャーねその中で追加点が加わればより以上にねどうやったら点取れるかっていうのはねもう毎回ってよううなな気もんか細川さん頼みになっちゃってるから。 結局そこが得点源でなかなかね細川は打つんだけど前のバッターがあんま出ないからさ難しいとこですねもうちょっとなんか工夫して粘るとかフボール取るとかそういう野球もねやっていってもいいのかなとちょっとんか一貫性というかこれという方向性っていうのがちょっと見えない。 でね、またまあ3年間見れなかったっていうて、ね、僕の中でやっぱそうなってくるとやっぱりねピッチャーもそこそこね、うん、いいピッチャー持ってるわけですから、うん、武器は持ってるよ、ね、だからね,からね昔落合さんの時にやっぱ投手力がめちゃくちゃ良くて、うん、やっぱりバンとやっぱきっちりやってたもんね、うん、それで優勝もしてたし、うん、その時やっぱ立浪もいたはずなんですよベンチに、ね、<laughs> そうですね だそういう野球っていうのもねあのやってもよかったかなと思いましたけどねうん、うん、だから初年度だったかなもう最強の二遊間を作るって、うん、落合さんがだから作ったじゃんうね、うんうん、洗い場っていうねだからその立巳うう監督もそうやって言ってたのに誰が入るか分からないみたいな状況なんで、うんうん、ちょっとこの3年間もったいないなっていう感じですね <勝>その意味では、うん、勝てないとやっぱりいろいろこういい人使うっていうのはわかるんですけどやっぱりこうんのね部分はやっぱりこいつを触ててんだっていうのはねやっぱ使い続けてほしいし、うん、で結局あのまた新庄監督出すけど万、うん、波とかこう打てなくてもずーっと使い続けてこう、うん、ホームランまでね、うん、なったわけだから我慢するっていうのも。 大事かなたはたまた心情栽培と言いますかね心情君のおかげでオールスター選手がめちゃめちゃ出ちゃったりするわけだからうんうんほぼほぼほぼしなんかねそういうやは監督としてのね看板っていうのを作ってほしかったなっていうのはありますよねまあ続投はですねもう本当にズバリ言いますオーナー時代です <laughs> 確かにね誰か候補いるんですかはい、はい なんかあの昔のアライバのって言ってたバタジャパンのトップのえ代表の監督ですからそうはなかなかなんないんじゃないですかんうやっていろいろねうわさんも出てますけれどもねオーナーしたいとオーナーしたいですこれにちょっとギャオス内藤もお願いしますああ勝率高いんで率高いんで ということではい。はい。まあちょっとあの結論はね、ちょっとまだ先送りで。友達代ってこと。ダメですね。もう多分ね、やめちょっと厳しいなっていう。いやそれは厳しいと思いますね。まあね成績ね出てないのはやっぱりこの世界ねやっぱり成績残さないとね。そうですよ。もうオーナーがどう判断するんです。そうですね。 何回も言いますが、オーナー時代 <laughs> 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 テレビ大変だな。<laughs> <laughs> はい。はい。ズバリね、見ていただきたありがとうございます。と、はいうことで、はい、ありがとうございました。はい。またね、バイバイ。